さあ、前回はフールというね、キャラクターと武器、そしてキャラクターのアイテムをランダムにする、そんなね、お任せキャラみたいなもので、弓キャラかつ魔法キャラの、毒斬りアイテム使っていったんですけど、もっとね、シナジーのあるようなアイテムとキャラが出るまで回そうかなと思って、ちょっとね、やってまして、まずこのフィールドキーパーというね、これ上ジェスターですけど、この右上の方ね。これ槍キャラで、すべての武器の攻撃速度は遅い武器に共通となる。で、槍武器にはボーナスとして、敵を75体倒すと基礎ダメージ上がる。漆黒のダガーのね、劣化版的なものがあるんですけど、でも槍でやれたら面白いっていうのと、あとね、枷。隣り合う武器によるダメージがアイテムの数分上がる。この枷が出るまで、あと、コーリングカードとかね。あと、キャラクターかな。出るまでやろうと思ったんですけど、いい感じかなと。で、ちょっと死にかけてるんで、生き残れるようにしよう。さあ、まず回復だね。普通に出ますね。でも、効果的に。これが槍武器扱いなら、ちょっと面白いんだけどね。よし、回復して。せっかくね、いいのが出たんで、これ死ねないね。武器的にちょっと遅いから、火薬して強くして。で、アイテムの数は、今65ですけど、力66。さあ、これシンギュラリストで使うアイテムですね。この枷をね、アサシン系シーフとかその辺で使いたかったんですけど、そこはなかなか出ないけど、倒すたびにダメージ上がるような効果、これはね、もうこのキャラの特権なんで、割と面白いとこ来たんじゃないかなと。アイテムでダメージ、倒していくダメージ、これでちょっとバンバン強くしていこう。槍これじゃないかな。でも、シンギュラリストは武器増やすと弱くなるっていうのがあるんだけど、この場合、特に枷をね、隣接しないように置けばいいだけなんで、デメリットがあまりないのかなと。で、こっち側に広げておくか。だね、こうやっていって、今、トライデント置くと絶対ね、かぶさっちゃうんで、離れるようにしないといけないけど。じゃ、これで、アーマー生命力。アイテムの数はちょっと増やしたいね。範囲いらんかな。よし、お金。まずこれで倒しつつ、でも最初からね、キル数が加算されるんで、途中で漆黒ダガー取る的なビルドより案外楽かもしんない。この武器は進化させればいいね。絶対に死なないように。これはマジで死にたくない。かなりね、いいキャラなんで。取り返しのつかなさが他のキャラと全然違うから。攻撃速度遅いか。よし、交換して。これ確実に上がっていく。
攻撃速度は、あ、そっか、遅い武器に合わせるから、そうか。こっちに合わせるんだね。いや、いっそも槍とかの方が、いいんでしょうけど、おお。これからまでいいね。で、こっちの方が遅いからまた変わっちゃうか。0.98。あ、一緒なんだね。さあ、漆黒で今死なないか、相手が。フィードキーパー武器を統一した方がいいんで、ですけど槍だけが出るわけじゃないから、しづらくなってますよね、逆に。振り回せ振り回せ。やばい、倒せない。パーでもいいから欲しいかな。運はまあなんとか、これならまあ特に問題はない。カタログ通りの能力で使えて、75体なんで1個の方がいいんだけど、1個だと普通に死にそうですよね。トライデントなら多分いけるんだろうけど、この武器じゃあ移動しないときに強いから、まあ回避があればだよね、やるとしても。まあでもアーマーキャラになれる、これ今なら。よし、でも安定するはず。さあ火力は十分。同じ速度でもちょっとずれるね。ずれて殲滅しよう。増えたんで同時だと多分倒しきれない。でででよしよしよし。あともう全体の攻撃速度上げて無双しよう。で今922、お早いね。いや1本がいいな。ただ死ぬだろうな、それやると。ああ、まあちなみに2個いった方がね、2つつくので、まあでもあんまり変わらんか。よし、攻撃速度。お、クリティカル。これで、もうダメージ、大ダメージ。ナンパ250か。まあ低めですけど。なおかつ進化。まあ進化しても、合わさっちゃうんですが。0点、え、一緒なのかな ?84。あ、でも80だね。ちょっとやっぱこっちの方が早い。多分、0.77、73、77、ああ、73か、じゃあ。そうだな、その分だね。この分か。まあ、だいぶ早くなった。トライデントが来ない、そして。確かトライデントの方が早いんで、赤とトライデントなら多分、同じか、で、そのまま使えそうではある。まあ、赤トライアントは別ですけど。そう、細かく食らうな。ちょっと回避、回避、回避欲しいね。
坂力は十分、攻撃速度上がんなかったです。痛い。そう、武器が変わればな、一気に良くなるんだけど。さあ、弱くはない、全然。よし、いけいけいけ。クリティカルもまあいい感じ出てますから。で、武器はこれ以上増やせないか。まあ完全に関係なく、火星関係なく置くしかないね。まあ襟なんで横流れいっかな。さあ、ちょっとでもパワーつけよう。お、これがあれば違うでしょう。さあ、何捨てようかな。まあこれかな。おお、これはちょっと欲しいっちゃ欲しいけど、今ではない。まず銃でちゃんとね、結果残してからつけないと。わあ、雷もいいな。 0.70。 あ、今70。やめね、これも70か。じゃあ一緒だね。こっちの方が早いんだな、じゃあ。あ、でもこれも70。これ絶対違うでしょ。 0.90 だな、右の。ああ、こっちの方が早いね。あ、でも変えた方がいいかな。別パターンの方がいいでしょう。ロックされてるね。見づらすぎる。これで何体倒した？まあ、あの500体か。1241。まあ、こっちは確実に残して。下をトライデンとか雷か。分けた方がいいでしょう。では絶対突進してくる。よし、雷がちょくちょく当たってはいるけど。これ逃げ切るしかないぞ。さあ、先ほど衝撃的な死をしていますが、ちょっとまたね、使えそうなキャラが来たんで、ちょっと行ってみよう。エルドリッチナイト。こいつ自身は魔法と近接のキャラクターで、アーマーが力になるよと。で、そこにクイーンというね、これプリーステスとか、回復の回復と、まあ、盾を使ったりするキャラクターが持つアイテムで、隣接する武器は体力に基づいてダメージがアップで、満タンの時ダメージが2倍になる。体力 10% につき 1% ダメージが2倍になると。まあまあ使えるんじゃないかなということで、まあ、満タンであるっていうのは、まあライフスティールが多ければ、実現できるだろうし、だこのキャラ的に言うと、まあ、ちょっと安心安全の武器でいこう。最初はこんなもんかな。まあ、初期武器がね、マジックスタッフ。あまり使いやすいとは言えないですけど。レイピア入らんか。どっちかって言ったらアーマー上げた方が、ね、早そうですけど。アーマーこれが3か。アーマー今5、あ、5、スタート5あるからね。偶数になって上がると。
で満タンになってるといいわけで、回復力もあった方がね一応いいのかなと。あぶねー。いやー、フールの時は死んだら本当にもう二度と来ないかもしんないから、同じ組み合わせに多分ねすごい時間かかりそう。とりあえず生き延びたいね。あ、ナイスナイス。でこれ今だちょっと危ないだけかな。回復者がなかなかないから、体力温存できる超強い状態になると超強いと。バーバリアの逆だよね、減ってると強いの逆バージョン。マジックスタッフ2本か。いや、それなら雷とかの方が安定させよう。死にすぎている。こんなもんでも回復はできるでしょう。アーマーはまあ強いのだけ取りたいかな。アーマーのね上昇値が高い、ゴーレム的な感じでもないだろうし。まあ補助的な感じかな、あくまでも。隣接させたいけど、レイピアと交換すればいいか。別にいらんかな。早ければね、もう何でもいいや。この分レイピアでもいいかな。あれ、これで回復、まあいいか、ライフスティールは、なんとかなるでしょう。回復力をしっかりつけて。両面でいきたいね。ここも一応死のリスクがありますが、エレクトリックワンドいらないかな。あれをリーペアにしよう。ちょっと減らすと危ないかな。まあ、少なくともここがレイピーならここにね隣接するんで。ってなるとこうかな。2本で1個下げて、一応上に武器。いや、こんなん言ったら死ぬよね絶対。いや、つけてーつけてーけど逃げ回るか急で。
で、これライフスリルちょっと下げてないたいんだろうけど。ダガーとか言ってもしょうがないよね。いや、この全無理無理無理。死を体現するわ。これならワンチャンありえるな。マサ5。ルビスタあり3しか変わらない。いや、ルビスタがいらないね。よし、ようやく結論へ。で、体力が重要そうなんで、レベル上がるように。回復しなくてもいいかな。あ、独裁か。でもまあ武器を交換したいって意味だとね、せっかく運も高いし。私レイピアレイピア。速度よりライフスティール取るか。さあ、フロア級の場合時間短いんで、最悪逃げられるかなっていう。まあでもこの雷があればね、普通に雑魚に苦しんでるぞ。次死ぬな、言ったら絶対。今勝ったのかな。いや、これでいける？こんだけで。苦しいっすよね。毒殺スノーリーとして、あ、いいね。移動マイナス10、回避10。高々回避10程度で。12。2体か。突っ込んできたら終わる気がするな。レイピアたちで。止めよう。勝てれば、ここで勝てればそれ以降楽なんで、独裁を入れるチャンス。いやー、一体は、弾ね。いや、両方弾っぽいな。いや、一体まだ何もしないわ。ですよねー。弾で死ぬけど雑魚で死ぬ。突進でも死ぬね、今。回復回復。よしよしよし。盾をくれ、盾を。勝ちたいんだよ。体力安定しないな。あ、次1体ならでも勝てる気がするね。もうすごい、めちゃくちゃな。ようやく勝利が。うん、一旦まとめようかな。まあ、2000引き分けくらいの。取りたいライフスリー1%か。
回復力でいく？まあ、クレートコールもうちょい取れば、おのずとでいけそうな。いや、これつけたらな、10、あ、10くらいならそんなに、大して変わらんか。まあ、これプラスの場合だからあんまないもんね。11。まあ、初期くらいの体力。で、毎回上がっていくんで、また逆がいいよね、ライフスリルに関しては。手数は多いんで、回復のね、方法は、あるはずなんだけど、ヤーマーもいいのが出ないから、いっそ足遅くしていってかわすか、追いつかれて死ぬか。そしたらあいつ、いや、死んでないよね、多分ね。見えてたよ、今。左下のレイベップおれば、開くね。俺はどうだどうだ。今回2体か？ちょっと手数を増やして体力をできる限り満タンにし続けて。さすがに倒したいけど、よし、ここでようやく9から戦い続けてる気するんだけど、これいらないとして、あ、こうでもいいか。で、まあさすがにこんなんいらないかな。で、グリモアでも大幅強化。いいね、行くか。ハーヤもこれで終わりとしようじゃん。お金ね、お金。まあ、独裁があるんで。お、いよいよ。開けちゃ、大丈夫だね。レイピアは入らないか。一旦返納も考えたけど。戻してね。で、これで、回復力落ちちゃうよね。回復量が半分なのかな。自動回復でとなくなっちゃうけど。ライフスティール高めもちょっと、うん、打って。おお。いや、これは入れるでしょ。普通。いや、売り物がないな。これは普通にいいもんね。
まあ、何か売るしかないか。売ったとて、こうか。よし。これ売って入れて、まあ、レイピアが主に上がるかな。武器で言うと。3、ちょっと下がりすぎたね。戻してもいい。いや、こんなんいるかな、ずっと入れてるけど。これ。考えをギリギリまで。来ましたね。まあ、16か。まあ、これで8%下がってますから。まあ、今じゃなくてもいいかな。ダメージ差見るのも難しいね。痛い痛い痛い。再生だけないんだよな。復活があればね、もっと楽なんだけど。火力は十分。一応最後満タンだったけど、何かあったかな？これはもうこっちの方がいいね。クレートコールいらなくて、まあ、助けられた場合もあるでしょうけど。で、その全部シンクさせていきましょう。おー、ま、いやー、どうしような。まあ、これは運用で、一個これいらんかな。いや、こっちの方が正解じゃない？これよりも。まあ、これたまたまね、フールで出てきただけなんで、思い入れはないね。次14か。再生欲しいな。一応のリスク回避として。よし。あ、持ってるか。あ、めっちゃ序盤に取ったね、そういえばね。ういー。ダメージパーセントって何によって上がるんだろうね。例えば、パーセントでもともと上がってますけど、そこにパーセントで上がるのかな。それが気になって使ってるんで、今ちょっとベースが上がるまであんまり気にしないんですけど。で、今回移動速度でいこうかなくらいの、ね、感じですけどね。ライフスティールもまあ、まだ使えますか。で、満タンの体力の維持には、今のアイテムね、ちょっと逆効果なんですけど、あれなしだとあんま上がんないと思うんですが、どうでしょうね。まあ、最大ダメージも300くらいか。298ね。クリ
リティカルで。それがどう、まあでも、ベースが上がっていくから、こっからまだ。アシカネ入れて、お、いいねいいね。これ生命力は6か、うん、あんまりだね。うん、これいらんかな。お、いい感じ。これ回復力、まあ、生命力下がっちゃいますけど、それこれで帳消しされてて、同じの入れると下がっていくね。あ、まあ2パーくらいなら全然いいか。回復力2点、あ、これいいんじゃない？今の体力なら自動的にというか、イコールじゃない？一旦いいや。ノー範囲で。ちなみに一応まだ1個入るね。ここら辺に。君かな？これだね。体力も続きアップ。10%につき1%。マックス10%。その場合。まあ、それもでも計算に含まれるか、最初の。それとダメージパーセントセットで。って感じかな。戦闘中のね、ダメージ計算式、だるそうじゃない？今。ちょっとしたら2減って、すぐ2回復して。一応満タンの時間があるわ、あれね。ライフスリルなくても、2減って2回復するんで、毎秒。2.5とかなら多分余分に回復するんで、その、回復量の分は、満タンの時間になるわけで、これこのままでいいよね。これに関しては効果半分になってないか。額面通りいってますもんね。てか馬来てんじゃん、ここ。この右の方開ければ、あれも邪魔か。左の方があれだね。馬入れれますね。ここ、いつだって歓迎しますよ。さあ、もう安定したね。ついさっきの死が惜しくてしょうがないですけど、これ入れちゃおっかな。これ123もあるんだ。全然あとは馬だけですかね、完成形の。ランニングエルドリッチナイト。回避はないけど当たらない。
ちょっと早めに完成したね。まあ、左体力が減った瞬間にすぐに穴埋めされて、一応満タンのダメージを出せるようになってて、基本的にはちょこれも入れちゃおう。今死にはしないかな。46回復力、おお、いいですね。コレクションが増えまして、おお、まだ増える。いや、もうねえ、あ、まだ、おお、出た。そして困ったな、これ困りましたね。これが邪魔だね。秋マステ金でも入れれるか？なんか売らないといけないな。これかな？まあ、これもせっかくなら入れたいし。回復7。でも7でかいね。でも回避パワーいるよね。馬次かな。まあ、これもいるもんな。まあ、攻撃速度用か15なら微妙かな。今一体いらないや。こっちの18の方が。まだ来る。交換用ね。回避1177あるんで、まあ、一つそのものロックして、あんま入れてないね、全く。当たり前のように強くしちゃったな。まあ、生命力もあるし、あと、あの2マスの亀の甲羅だね、あれだけ取ろうかな。アーマーでマイナスやないはずだね。70、お、強いじゃん。だ、結構上がってますね。あ、でも結構上がってるね。全然気にしなかったね。クリティカル 10%。 クリティカルアイテムがないか。あ、ないね。まあ、あってもほぼほぼないような数字ですけど、武器、レイピア、クリスタル、スタッフ、フレームワンド。何か入れるに値するようなね。あ、これあるよ、クリティカル。何かあればいいんですけど。
旦散らして、こっち開けよう。おお、なんか運がいいな。まあ、これとかね、これとか来てくれれば一番良かったですけど、今の最悪でしかないもん、こんなん。真逆でしたね。あ、でも結構出るな。いいね、いいね。いや、回避の奥義か、2つ出ればね。まあ、このキャラじゃ無理だけど、回避100の世界とか、見えたりするんですけど。で、これ、上がってんのかな、もう。12。12、16。12で6か。6ずつ上がる。うん、半エリスだとビームのがいいんだね。120あったよね。まあ、独裁の分を抜けば、ゆとりがあるんで、いや、強い強い強い。ビームいらんか。いらんな。最初使ってた魔法ビームって貫通してね、敵に当たるんですけど、敵が並んでないとほぼ意味ないんで、この状況だとね、スカスカのとこをただ撃ち抜くっていう、ほぼ1体に使うことになるんでね、魔漢光殺法ですね、そうなると。体力満タンで強くて、まあ自動的にちょっと減ってって強くなる。これディバインパニッシャーすごいんじゃないか。今から入れるのめんどくさいですけど、ここか。あ、でも案外横広がる、これ。もうほぼ限界な気がするな。これで一応いけるか。いけるけど。よし、あげて。ああ、まあ、これもあげよう、これも。うん、まあ、3上がるね。わ、悩むな。どうしよう。いらんか。攻撃速度なんて。これ、火力。上がる。コモを神のこれベーってしちゃおう。ベターっと。つけてしまえば。あと最後回復力を犠牲にする方向も。あ、でも属性がもうあれか。機能してないな。食らわないもんね。2966が最高ダメージかな。レイピアなんだろうね。体力減らせないから分かんないね。でも少なくとも3000ダメージは出ないらしいと。あ、でも3000出てるね。回避の分があるか、そういえば。やっぱよりダメージ計算式分かりづらいけど、一応満タンなら強いと、まあ無敵なら強いというような、強ければ強いほど磨きかかるようなね、アイテム。これ使うね、大元のキャラでやったことがないんですけど、割と使えたんじゃないかなと。最後集めよう。これいらないね。で、これもまあ最終面いらないから売って、
って、回復力10。大きかったですね。これのおかげで、イテラもあるか。残そう。馬でも途中だいぶ集まりましたね。ナイト。で、ブレイブスピリット。これがかなり大きかった。まあ、これこのままでいいか。上はもう1個ずつ系で固めて、ダメージ。ちょっとでも上げようかな。まあ、最後埋めたいですね。よし、これ一応レイピアが強くなる。けど魔法もね、100近くまでいって、お、待って、よく見たら、剣の入門書まで。いや。使えんけどね。使うか？一応、近接4と攻撃速度8だけ2回上がるけど、魔法がね、8下がるんで、レイピアありだな。まあ、いらないか。なんかあったらでも面白いな。面白いくらいでしかない。どんなもん下がるんだろう。ちょっと一旦外そう。6317DPS。上がるんだ。攻撃速度分だね、多分ね。そこで見ると結構出ますね。今回は、勇者、傑作のスピアと、剣の入門書が2個ずつ。なんか粘ればね、他出たんじゃねくらいの、が終わったか。よし。まあ、結構強い。アーマー112。これもね、ダメージに生きてて。なんか万能、お手軽強キャラになったね。で、そこをさらに、体力満タンならもうちょい強くなるよと。でもダメージ上がるならクリティカルのところをベースとするべきで、ダガーとかね、その辺の方が面白いのかなと思うんでね。さあ強い。そして運も良かったね。まあ、これは近接丸く両方関係あるからいいですけど、ここはあんまりなかったね。これ見てると、なんか、狙えそうであるよね。もっと違うアイテムで。またちょっと狙ってみよう。さあちょっとフール。まあ1回目の方がね、結構理想的なアイテムキャラ編成だったんですけど。まあ2回目も割と使えなくはない。あ、ちょっと待って、キャラクターだけ見とくか。本来はあれ、インクイジだ。で、体力が90%超えてる場合、回復力ごとにボーナスがあるから、さっきの通り合わさるみたいな。あ、でも違うか。あ、これクルセイダーそうだね。合ってるね。じゃあ、このキャラのシナジーなんですけど、まあ別にどのキャラでもね、体力満タンなら使えるんで、まあバーサーカーとかは逆側ですけど。バーサーカーで体力減ってると、ダメージ上がるんで、なんかそのダメージをめっちゃ、ベース上げれるアイテムがあれば、ね、めっちゃ強くなるんですけど、あとこのキャラアイテムな。でも増やすと出てくるもんな。案外ね、アイテムアンロックしない方が、フールを使うときは出てこないんで、いいのかもしんないね。